こんにちは、指揮者の岩村力です。今月は12月22日の日曜日、岐阜サラマンカホールにですね、スーパーキッズオーケストラとともに伺います。スーパーキッズオーケストラ、若いはつらつとした弦楽器奏者のもう国内最強と言ってもいいでしょう、素敵な集団です。岐阜サラマンカホールといえば本当に音響が素敵なホールとしても有名ですが、そこに弦楽器の曲、いろんな曲が、響き渡ることになります。例えばホルストのセントポール組曲とか、あるいはバッハのブランデンブルク協奏曲、その他チャイコフスキーとか日本の歌とかレスピーギとか、いろんな曲がですね、この日は楽しめることになっています。スーパーキッズオーケストラ、若い皆さんがね頑張っています。12月22日、ぜひ今日は弦楽器のオーケストラに浸ってみようと、そういう思いのある方、皆さんお誘い合わせの上サラマンカホールへいらしてください。お会いするのを楽しみにしております。よろしくお願いします。